皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。なんと、厚生労働省の職員が23人も集まって深夜に送別会をやった、その部署で、なんとコロナ感染者が出たということです。このコロナ感染者は、この送別会に参加したのかどうかは、現時点では分かってないということですけれども、この23人で、5人以上禁止って言ってるのに、ダメだっつってるのに23人も集まってですよ。で、しかも、時短要請がされている中、24時、深夜0時近くまで、大騒ぎしてきたというですね、このとんでもない、しかも厚生労働省ですよ。コロナの感染を抑止する部署というかね、監督官庁の厚生労働省の職員が、大人数で深夜まで、送別会を行って、その部署で感染者が出た、もうこの23人はもう本当になんていうか、もう終身奴隷刑にしてもいいと思います。もう一生ただ働きさせて、もうずっともうマスクなしでコロナ対応させればいいんですよ。もう本当にね、信じられない、厚生労働省ですよ。コロナの感染防止のためにね、で、しかもこの1年で分かったことは、大人数の会食はしちゃいかんっていう、それをまさにやって、しかも、その時短要請を守らない深夜までお店にいたという、これ、とんでもないことです。本当に、この厚生労働省だけではなくて、大阪市の職員とか、鳥取市の職員とか、福井市の職員とか、公務員が平然と、これだけ変異株のコロナの感染が拡大しているっていう中、平然と5人以上でコロナ感染、送別会とかね、大人数の会食をやってても、これ、罰則をしないとダメです。これ、去年の12月にもコロナ第3波で拡大した時に、政治家が平然と大人数会食やってる時にも言ったんですけれども、5人以上会食したら1人罰金100万円、特に公務員とか政治家とかっていうの人がやったら、もうこれ、もう一生無給で働いてもらうとか、もうそのぐらいの厳しい厳罰にしないと、もうこれ、本当に国民が我慢してのバカみたいっていう話なので、もう本当にね、この23人はもう厳罰に処してほしいなというふうに思います。